とまべちよしは、日本の実業家、政治家、青森県上北軍、藤坂村出身、第八代運輸大臣、第三代内閣官房長官、サンフランシスコ講和会議の全権委員等を務めた。八百八十年十二月二十五日、青森県上北郡愛坂村に生まれる。父の金次郎は、村の評議員で、明治二十二年の市町村制止工事は、 富士坂村の第一基村会議員にも選ばれた地域の有力者だった。一方で、北海道開拓に並々ならぬ関心を抱いており、翌1890年には全財産を担保にして土地を買い、尻ベ四国磯屋郡南尻別村大谷地に移り住んだ。無学で苦労した金次郎は、子供たちの教育に人一,一倍熱心だった。移住先に学校がなかったことから、 三男だった吉蔵は高等小学校卒業まで青森に泊まり、4年遅れで家族に合流した。旧正札幌中学校を経て、1903年3月に東京高等工業学校応用科学科を卒業。大阪の安倍製紙に就職した。その後は、肥料、油脂業界で活躍。東北工業副総裁、第日本人造肥料会社、第一化学工業株式会社、 南部鉄道社長などを務めた。実業家として、全国肥料商業組合理事長や経団連理事を歴任したほか、破産した八戸銀行の再建にも尽力し、副東取りを務めた。政治家としては、衆議院議員、参議院議員を務めた。政党は、日本新保党、民主党、国民民主党、改新党、日本民主党、自由民主党に所属した。 戸間べ義よ1946年4月10日、終戦後初の衆議院選挙に、日本新歩党公認で、青森全県区から出馬し、定数7の立候補者38名中7位で、初当選。当時すでに67歳で、当選7人のうち最も高齢であった。1947年4月25日の、衆議院選挙には、民主党公認として、 青森一区から立候補し、小笠原康美、山崎岩尾に次ぐ3位で当選。同年6月1日、片山内閣において、当時の大物議員が公職追放にあった影響もあり、当選2回にして、運輸大臣として初入閣を果たした。同年12月4日に、運輸大臣を辞任。この年、社団法人倉前工業会理事長に就任。 1948年3月10日、足田内閣にて国務大臣権内閣官房長官として入閣。いつでも気さくに取材に応じ、また嘘をつかない姿勢から新聞記者たちに慕われたという。同年10月15日、内閣が昭和電工事件により総辞職に追い込まれる。この混乱時、GHQ 民政局が民主党の実力者であった。 戸間別を首相候補に挙げ、自由党の山崎菊一郎を一時的に首相に据えた、後、戸間別に前城させるシナリオを持っていたとされる。1949年1月23日の衆議院選挙に、青森一区から民主党公認で立候補し、小笠原やそみに次ぐ任位で当選。1950年4月28日、国民民主党を結成し、最高委員長を務める。 1951年、サンフランシスコ講和会議で野党を代表する形で全県委員の一人となる。1952年衆議院解散後の衆議院選挙に立候補せず、日本国憲法第7条を衆議院解散の実質的根拠として行われた解散が憲法違反であるとして訴訟を起こした。1953年4月24日に、 行われた参議院選挙に国民民主党が合流し結成された改新党公認で全国区から出馬し当選。改新党参議院議員会長を務め、改新党が日本民主党に合流し、最高委員に就任。その後決闘された自由民主党に合流。参議院議員の任期を全うして政界を引退した。骨相学、考え性学、生命学。 定気療法の研究を趣味とした。1959年6月29日死去、政治学者の藤本和美によれば、戸戸部地家は関東関霊上み杉県政の末裔、三内上み杉流戸間部地家の一族で古くは中富の鎌足りまで遡ることができる日本の名門家系とされる。ありがとうございます。